ジャンプヘッドをします。ジャンプヘッドは僕の考えるコツは3つあります。1つはまずジャンプするときに手を使います。全身をジャンプするときに必ずバンザイをするように、飛ぶときにですね、こう手を下でやるんじゃなくてしっかりとバンザイをして手の全身を使ってジャンプをするというのがまず第1つ目です。そして2つ目はジャンプの飛ぶ方向ですけども、特にディフェンダーの場合は必ず真上ではなくて少し前側、少し斜め前に飛んでいきます。なぜかというと、ディフェンダーがヘディングしなければいけないのは自分の真上のヘディングポイントではなくて、フォワードがジャンプしてヘディングしようとするこの頭の上でヘディングをしなければいけません。ですから飛ぶときには必ず斜め前に飛んでヘディングするということが大切です。はい、もう一つはヘディングを当てるタイミングです。タイミングを飛んでジャンプの上がり際ではなくて下がり際、落ち際にヘディングをします。これ悪い例ですけど、上がり際っていうのはよくありますけど、こういうタイミングですね。飛んでジャンプヘディング、ジャンプヘディング、こういうタイミングですね。上がり際にヘディング、これは僕はあまりいい例だと思ってます。ではなくて僕がやるのは落ち際です。ですから少し早く飛びます。こんぐらいですね、落ち際。こんぐらいです。もう一回いきましょう。飛んで待ってこんぐらいですのタイミングで飛ぶことにしています。なぜかというと、先に飛んで空中で自分がこの空間ですね、空間を自分で支配するため、そして早く飛べば相手が後から飛んでくる形になるので上で競り勝てるということです。これを組み合わせると、まずジャンプをして手を使ってジャンプをします。手を使ってジャンプをして斜め上に飛びます。そして早く飛びます。なると早く飛んで斜め上に飛んでる、そこにフォワードが後から飛んでくる。ですからフォワードがいくら頑張っても僕が先に触る、フォワードが頑張って高く飛ぼうとすればするほど僕はその上にもう乗ってる状態ですから、乗っかろうとしてヘディングするとファールになりますから、先に手を上げてジャンプをする、そして彼を押すんではなくてこの上でヘディングをするだけのために前に飛んでいく。そうすればファールにはなりませんから、自分のファールのヘディングの動作ですからね。それを組み合わせてヘディングします。こういう感じですね、こんぐらい。はい、こういう風に手を使って飛ぶ、斜め前に飛ぶ、そして、落ち際にヘディングする、そういう風に3つを組み合わせて、ヘディングをするようにしています。それでは改めていいプレーを見てみましょう。